sail. He was a sailor boy from Honolulu town. はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、タイトルにもありますし、もう画面からもある全開なのが伝わっているんじゃないかなって思うんですけど、今日はですね、2023年の春メイクということで、私が最近気になっているツヤ肌で春メイクをしていきました。そう、最近私ずっとツヤ肌をね目指していまして、で2023年のトレンド的にもツヤ肌結構注目されていたりするので、今日はちょっとメイク動画撮ってみようかなと思って。で、今日めっちゃ天気もいいし、あったかくてすごい春なんですよ。トップスとかもね、もう花柄で春感じてるんですけど、まあ、さっきツヤ肌っていう風にも言ったんですが、ティルティル皆さん知ってると思うんですけど、すごい有名なクッションファンデ、あの赤い丸いやつね、バズってたファンデーションから新しく新シリーズが出たっていうことで、それが最強ツヤ肌ファンデなので、今日はそれを使いながらティルティル縛りでメイクをしてみました。もうしてあるんですけど、これすごい結構可愛く春メイクできたかなと思うので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあメイクやっていきたいと思います。まずは下地、こちらのティルティルマスクフィットトーンアップエッセンスを使っていきます。こんな感じのとろみのあるテクスチャーで、この下地はすごい軽くて伸びもいいんですけど、すごいトーンアップをしてくれるんですよね。次のするファンデーションの密着力も良くなる気がして、結構私この下地は普段から愛用してます。ほら、この伸びめちゃくちゃいいの分かります？ワンプッシュとかでも全然全顔足りちゃうぐらい。では全体的に広げていきます。もうこの時点でめっちゃトーンアップしてると思うんですけど、でもしっかりとこうなじませていけば自然になっていくので大丈夫です。私はこんな感じで内側から外側に広げる感じで塗っていってます。まだ余ってるので首にもこのままつけていっちゃいます。そしたら主役の新しいファンデーションを使っていきます。じゃん、こちらです。マスクフィットオーラクッションです。これを使っていくんですけど、ティルティルっていうと、あの赤いクッションファンデを結構使ってる方いると思うんですけど、あれめっちゃいいじゃないですか。私もすごい使ってるし、友達、私の周りの友達でもみんなあれ使ってて、本当に遊んだ時とかにみんなこうお直しする時もミニサイズのやつ使ってたりとかして、やっぱそれ使ってるいいよねみたいな感じでよく話したりもするんですけど、それの新しいシリーズちょっと試していこうと思います。まあ、中身っていうかはまあこんな感じで、いつものあのクッションファンデと変わんない感じですね。でパフがついてます。シルバーいいですね、可愛い、なんかシンプルで。でこれを取っていくんですけど、結構しっかりとついてくれるので、本当に少量ずつ取りながらやっていきます。ちょっと手とかにも押さえながら、結構待って、すでにいいかも。すでにもうここだけわかります、めっちゃ綺麗になったの。すごっ。じゃあ使っていきます。なんかこれツヤ肌を作ってくれるみたいなクッションファンデらしくて、今年結構ツヤ肌がトレンドになるって予想されてるので、私も最近何回も結構動画でも言ったりしてるけど、ツヤ肌がすごい気になってて、なんかやっぱ韓国のトレンドとかがすごい今世界中巻き込んでトレンドになってる気がするんですけど、韓国の女優さんとかってめっちゃみんなツヤ肌で綺麗じゃないですか、肌が。あんな感じのツヤ肌にしてくれるみたいなファンデらしくて、うん、めっちゃ綺麗っていうか、ほんとすごい軽いのにめっちゃカバー力もあって、で少量ですごいきちんと肌を綺麗に見せてくれるからすごいな、やっぱ。あ、でもツヤも綺麗かも、わかるかな。今こっちだけ塗ったんですけど、このクマのあたりとかもすごい隠れてるのわかります？ほんとちょっとパフにとって軽く押さえてただけで、このカバー力はマジですごい。うん、私すごい好きかもこれ、ナチュラルでめっちゃ肌綺麗に見える、コンシーラーいらずなカバー力ですね。で、私前までずっとツヤ肌っていうよりはどっちかっていうとまとめな肌を作ってたんですけど、なんでツヤ肌をやんなかったかっていうと、やっぱ崩れちゃうイメージがあって、ツヤ肌ってツヤツヤしている分油分っていうか水分も多そうだし、よれちゃうんじゃないかなっていう風に思ってたんですけど、このティルティルのファンデは本当、さっきもね、あの赤いやつとか使ってたって言ってたと思うけど、本当に崩れにくくって一日中こうキープしてくれるので仕上がりを。で、これもちゃんとそうキープ力があるファンデだから、ここも本当にいいんですよね。みんなもすでに知ってる方も多いと思うんですけど、本当にそこもありがたくて、うん、いい感じ。どうです、ツヤ肌すごくないですか、この自然なツヤが出てる感じ。なんかほんとフィルターかかったみたいな。かけてないですからね、フィルター。マジでカメラですから、フィルターかかったみたいな肌になった。すごい。はい、じゃあこんな感じでベースメイクはこれでもう終わりです。ちょっとアップで仕上がりをお見せします。こんな感じ、密着力も良くて軽くて
ツヤも綺麗。わ、嬉しい。ツヤ肌。じゃあ続いてアイメイクに移っていきたいと思います。まあ、今回春メイクなので若干ちょっとピンク系も使っていこうかなと思ってるんですけど、まずこのアイドレスシャドウパレットの02番ローズシフォンを使っていきます。これの右上のピンクカラーをアイホールにのせていきます。なんか春メイクとかってやっぱピンクとか使ってみたいなって思う方も増えると思うんですけど、ピンクメイクってちょっと晴れぼったく見えちゃったりとか、なんかピンクすぎるのもコーディネートとか難しくなっちゃうなって悩んでる方も多いんじゃないかなって思うんですけど、こういうベースカラーにほんのりピンクを入れてあげることでいつもよりもあったかみもあって若干ピンクで春らしいんだけど、でもなんかやりすぎてない感じのピンクメイクできると思うから、こういったベースにピンクカラーを仕込むっていうのも一つ手なのかなって思うのでぜひやってみてください。こんな感じで結構全体的に今ピンクにしてきました。下も全体的にふわっと混ぜていきます。このカラー可愛い、使いやすい、ピンクすぎなくて、はい、こんな感じです。次はブラウン系のカラー使っていきます。私日頃からまあブラウン系をよく使うんですけど、この同じパレットのこれは01番のゴールデンブラウンっていうカラーなんですけど、これのこの色を取っていきます。これを二重幅よりも少し広めにのせていきます。やっぱ安心感のあるブラウン系のカラーで目元により深みを持たせていきます。最初に入れたピンクカラーといい感じに馴染んでくれて、ほんのりピンクの目元に仕上がります。これをちょっと目尻の方から下にも少しだけのせます。はい、こんな感じです。濃いブラウンを取ってこれを目尻に重ねていきます。引き締める感じで本当に軽くで大丈夫です。こんな感じです。そしたら続いてさっきのこの02番のローズシフォンに戻りまして、これのこの色一番濃いカラーをちょっと細めのブラシに取って下目尻の三角のところを埋めていきます。ブラウンのさっきの濃いブラウンのカラーでやっても可愛いんですけど、ちょっとこう下の目尻にだけ赤みをプラスしてなんかちょっと儚いというか春っぽさをもう少し出していければなと思うのでこれをのせていきます。はい、こんな感じです。そしたら今と同じパレットのこのピンクのラメがあるんですけど、これを取ってこれをちょっと涙袋に少し重ねていこうと思います。この目頭のあたり、お、結構しっかりついてくれる。ここら辺にちょんと可愛い色、いいですね、春っぽい。こんな感じでのせていきます。なんかラメ大粒すぎないから大人でも使いやすいようなラメな気がします。ギラギラになりすぎないからいい感じ。はい、こんな感じです。じゃあアイシャドウはこんな感じでOK です。で、アイラインとマスカラなんですけど、ちょっとチルチルにアイラインとマスカラがなかったので私が見る限り、そうなのでちょっとそこら辺のメイクはいつもと同じ感じでやっていこうと思います。アイラインはブラウンのペンシルで描いていきます。結構私はいつも少し跳ね上げっぽいラインにするんですけど、自然な感じで引いていきます。やっぱブラウンだと少し柔らかい印象になるので、こういうなんか春メイクの時とかはブラウンでも良いかなと。あとさらにペンシルなのでより柔らかくなるかな。リキッドとかでもいいんですけど、リキッドだと結構くっきりなるので、マスカラはお好みなんですが、ナチュラルにラインを引きたい方はペンシルが私的にはおすすめかな。で、私はいつも目頭にも引いてるので、目頭のこの内側ここにも引いていきます。で、下にもちょっとだけ引きます。ここをつなげることでより目頭が強調されて目力が出ます。こんな感じです。じゃあマスカラ塗っていきます。マスカラはちなみにブラックです。最近私ね、マスカラ上まつげだけなんですよね、塗ってるの。下まつげ塗るのがめんどくさいとかじゃなくって、下まつげ塗らない方が似合うかもと思って、今は下まつげ塗らない気分なので最近塗ってないんですよ。なんか抜け感が出て逆に目が大きく見える気がしてとか言いながら、まあそのうちまた多分塗ってる
まあでもメイクってそんなもんじゃないですか。結構変わりますよね。やっぱ季節とか年とかファッションとかによっても変わるし。でも2023年入ってからかな、しなくなりましたね、下まつげのマスカラを。なんか今までは下まつげ塗るのが当たり前って思ってたから塗らないっていう選択肢なかったけど、引き算的な感じで塗らないのもありだなっていう。ということでこんな感じでマスカラもできました。バッチリ。そしたらさっきのアイシャドウに戻って二重肌のところに塗っていたこのカラーで眉毛も描いていっちゃおうと思います。なんかいけそうな気がする。私は今ハイトーンなのでちょっと眉毛明るめで描くんですけど、黒髪の方とかだったらあんまりこう眉毛の色を変えてもそんなに違和感出ないと思うので、なんかそういう方はちょっとピンクっぽいカラーを上からふんわり足してあげても可愛いと思います。いつものアイメイクしてその上からちょっとだけピンク足すみたいな。アイシャドウともバランス取りやすいと思うので統一感出て、そんな感じでやっていくのもおすすめ。パウダーでふんわりと仕上げていきます。ちなみに眉毛私よくハイトーンだから脱色してますかっていう風に質問いただくんですけど、私は脱色してなくて、脱色しようかなと思いつつ、でもなんか眉マスカラあるからいっかってなっちゃうんですよね。でもやっぱすっぴんの時とかは浮いちゃいますね。眉毛黒いからハイトーンだと浮いちゃうから脱色しようかなとは思ってるけどやってない。はい、眉毛こんな感じでとりあえずふわっとパウダーのせて、あとは眉マスカラで自眉を染めていきます。そしたらシェーディングもやっていきます。ちょっとシェーディングもてるてるになかったのでいつも使ってるものでやっていきます。ちょっと今日が出てきちゃったけど、日が出るとよりツヤっぽさが伝わるかな。やっぱベースメイクが綺麗だとメイクの仕上がりがほんと綺麗に見えるので、やっぱベースって何事でも大事じゃないですか。しかも顔におけるベースメイクってほぼだから顔の何割占めてる、ほんと4割ぐらい占めてるじゃないですかベースメイクが。それがやっぱ綺麗だとメイクの仕上がりも綺麗に見えるので、ベースメイクはやっぱ大事だなって常に思います。チークもチークっていうチークが見つからなかったので、さっきのアイシャドウのベースに塗っていったから、この色でちょっとチークもやっていっちゃうと思います。結構私は最近はチークちょっと濃いめに入れるのにハマってて、私結構海外の方のメイクとかも見たりするんですけど、最近海外でも割と皆さんチーク濃いめだからトレンドなのかな。やっぱ春はみんなちょっとピンクっぽくしたくなるんですかね。まあアイシャドウともやっぱ合うな、そりゃそうだけど同じカラーだからそりゃそうだけど、統一感がすごい作りやすい。私は鼻にも入れてます。こんな感じでちょっと濃いめに入れていきました。見えるかな、うん、いい感じいい感じ。そしたら次ちょっと今日ツヤ肌を作っているのでツヤっとしたハイライトを作りたいんですけど、このマイグロアンプルハイライターを使っていきます。スティックタイプのこんな感じのハイライトで、これをちょっと手に取れまして、この頬のあたりとかポンポンポンと乗せていきます。これ本当可愛いんですよね。バーム状になってて体温で溶けてくれるんですけど、すっごいツヤっとなって可愛いんですよ。これツヤ肌には欠かせないアイテム。頬張りのところと鼻の私はここにもちょっと入れます。あと鼻先にもちょっとだけ、目頭のところも少し残りでポンポンポンと乗せていきます。どうですか、見えるかな、すごくないですかこのツヤ。でもおでこはさっきのファンデだけで十分ツヤっとしてくれてるのでこれで OK。 よし、そしたら最後リップを塗っていきます。リップも最近私はツヤ系にハマっていまして、今日はこのもう超ツヤツヤなマイグロロージーリップオイルを使っていきます。もうオイルって書いてあるのですっごいツヤっとした、結構グロスに近い感じのリップなんですけど、これを塗っていきます。すごいナチュラルな発色なので、なんか自分の唇の色を活かしてくれる感じかな。このアプリケーター塗り心地がめっちゃいい、気持ちいい。うん、すごいツヤだこれはすごいツヤだ。保湿力がすごいのでこれで唇もプルプルうるうるです。よし、こんな感じでメイク完成いたしました。とりあえず一通り終わったんですけど、最後にもう一個ちょっと新しく出たメイクアップミストっていうのかな、出てるマスクフィットメイクアップフィクサーを使っていきます。まあもうすでにねこのファンデーションも崩れにくいは崩れにくいんですけど、これすれば朝やったメイクが夜まで一日キープされるっていうキープミストです。これをかけていきます。ちょっと顔から離していただいて、
さっさと。このあのミストもめっちゃ細かくてすっごい軽いです。パウダー成分も入ってるからこうベタつかないんですよね、ミストだけど。だからもうちょっとやっちゃうこれでメイクバッチリキープされますので。はい、ということでこんな感じで完成いたしました。やった。じゃあちょっと髪の毛を最後にやっていきたいと思います。はい、ということでこんな感じで髪の毛もやってきまして完成いたしました。どうでしょう。まして、あのファンデが綺麗すぎてめっちゃ肌綺麗に見えるし、ツヤも本当に綺麗、マジで綺麗、嬉しい感想違うかもしれないけど嬉しい。私本当ツヤ肌最近ずっと目指していたので、すごい理想なツヤ肌になれて万歳って感じです。嬉しい。今日は春メイクということでちょっとピンクっぽいカラーも使っていきながらメイクしてみました。アイシャドウもすごい可愛いです。これラメも結構綺麗なピンクで見えるかな。はい、ということで今回てるてるさんからご提供いただいて新しく出るこのファンデーションを一足お先にちょっと試させていただいたんですけど、あのマジでこの通りテンションめちゃくちゃ上がってるんですけど本当に良かったので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ツヤ肌ってこうすごい女性を綺麗に見せてくれる感じがあって、こう大人の女性っていうかっていう印象が私的にはあるので、私のこの今の気分にすごいぴったりなファンデーションだなと思って、多分めちゃくちゃ愛用するなっていう未来が見えてますまた多分話題になりそうだから皆さん早めにチェックしてみてください。ちなみに4月5日からオフラインでも販売されているらしいので、多分この動画上がってる頃にはもう発売されてると思うんですけど、先行発売でアットコスメとかロフトとかプラザなどのバラエティショップにあるみたいなので、ぜひ皆さん行ってみてください。ちなみにこのフィクサーはもうすでに発売されているのでオフラインでもゲットできますので、これも合わせて見てみてください。メイク崩れ気になる方はこういうの使うとより崩れにくさを実感できると思うのでおすすめです。ちなみに概要欄にも URL 貼っておこうと思うので、気になった方はぜひそれも合わせてチェックしてみてください。はい、ということで今回はこんな感じで春のツヤ肌メイクをしていきました。すごい私的には気に入ったメイクができたのでとても大満足でございます。春になるとこういったピンク系だったりとかちょっと柔らかいメイクとかもしたくなるので、なんかそういう気分の時はぜひこの動画を参考になったら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。